ヘンリー・オルデンバーグヘンリー・オルデンバーグはドイツ生まれでイギリスで活躍した科学者、王立協会の初代事務総長である。最初の成功した学術雑誌フィロソフィカル・トランザクションスを発行するなど科学情報のネットワークの基礎を作り上げた。ブレーメンに生まれた。ブレーメンのギムナジウムと短い間ユートレヒトに学んだ後、イギリス貴族のチュータなどをした。 1653年ブレーメン市議会の外交官としてイギリスに渡った。数年で詩人として活動しオックスフォードの科学者グループに加わり、1660年に設立された王立協会の初期のメンバーになった。1662年王立協会の事務総長に任命された。1665年頃オルデンバークの個人の資金で王立協会の起用。 フィロソフィカルトランザクションズの発行を始めた。科学技術の研究成果が速やかに公開されるシステムが作られたことは、科学史において重要な進展であった。1677年4月、イギリスへの帰化申請が認められるが、その5ヶ月後に病死した。ありがとうございます。